どこだ、ダイソー、ちらっと、あ、100円ショップだって思いながら、こんにちは、ああこれが100円ショップかって思いながら通り抜けたことはあります。野呂さん、はい、はい、あ、よろしくお願いします。野呂さんというより野呂ちゃんですね。はい、野呂ちゃん、はい、渋谷マックシティの店長させていただいて、野呂ちゃん的なおすすめってありますか、はい、木村さんにはぜひ売れ筋商品を。僕初なんでちょっと、じゃあ、はい、ぜひ優しく、はい、お願いします、はい、これ全部100円なの。はい、中にはちょっと高額商品もあったりはするんですけれど、え、もう100円ショップじゃないよね、お店の構え方が。え、これ全部そうなの、ダイソーなの。はい、そうでございます。え、メイク用品まであるじゃん。はい、ほんと何でも売ってる。なんだこれ。こちらでございます。何これ。味付け卵メーカーといいまして、うんうん、卵の形に容器がなっているので、うん、少しの調味料と、あと落とし蓋があるので、ちゃんと少量の調味料でできる。はい、できます。これ100円、はい、こちら最近やっと再入荷してきたんですけれど、売り切れ店舗続出の人気商品でございます。へー、2つ買ったら200円ってことだよね。はい、200、そうです。味付け卵ってそんな食べる、食べられないですか。いや、まあ一度に、まあ肉はちょっとは食べないんですけれど。そっか、今すごくいいことをおっしゃった。一度に食べない、やっぱ一個だよね、うん、そうですね。でも今日と明日の分を考えたら、はい、2個。 ありがとうございます、楽しい。次に紹介したい商品がこちらに、はい、シリコン保存袋といいまして、食品の保存をしたりとかすると思うんですけれど、うんうん、それを、シリコン保存袋にすることによって。ああ、なるほど、はい、ゴミにならない、はい、そのまま電子レンジで、チンもできるので、うん、こちらちょっと100円ではなく200円。あ、これ200円じゃん、100円ショップなのに。そうなんです、大きいサイズだと300円の商品もございます。あれ、100円ショップなのに300円。はい、高額商品もいくつか扱っておりまして、これで500円、さっき100円、もう700円。あれ、あっという間だな。あっという間だぞ。洗えるキッチンタオル、あ、こちらも人気商品になっておりまして、キッチンタオルって1回で、まあ、破れたりとかして捨ててしまうんですけれど、こちら結構耐久性がすごいので、水回りのお掃除もして、その後また洗って、なんかどっか拭けたりとか。これ好きなパターンかも。 ありがとうございます。いいですね。え、でもこれまた200円。はい、ありがとうございます。あれ、俺買ってね、結構600円、1100円、1300円、1300円来てます。やばいぞ、勧められるままに買ってない。あ、これ、はい、ハンガーじゃん。こちらすごい使い勝手のいいハンガーございました。私も愛用してるんですけれど、アルミ製ですごい軽いんですけど、持っていただいていいですか。確かに軽いです、はい、これでおいくら。こちらは100円の商品となっております。じゃあ1個50円。そうですね、はい、あれ、俺買ってるぞ。ありがとうございます。あれで、あれでも今野呂ちゃん、このハンガーは全然おすすめじゃなかったよね。いやいやいや、俺が買ってるハンガーだけだよ。こちら全部がキャンプコーナーになっておりまして、へえ、はい、ランタンハンガー、ツールハンガーといいまして、重いものでもかけられる。はい、なるほど、よく考えたねこれ、はい、引っ掛けていただいて、うん、こういう感じで。なるほどね、はい、引っ掛けられるという商品でございます。今ちょっと番組で車作ってるんですよ、はい、それが出来上がってきたらまた来るわ。 ありがとうございます、うん、お待ちしております、うん、いいですか、ご案内して。すげえいっぱいあんね、はい、釣りがお好きということで。釣り具売ってんの、はい、嘘でしょ、釣り具売ってんの。、はい、あれ、これガチじゃん。え、これちゃんとしたの売ってるよ。メタルジグとかもすごい人気の商品でございます。あ、これ本当にガチだよこれ。これ全然使えますよ。ありがとうございます。
リタルバイブ売ってるってウケるんだけど。これ100円なの？はい、そうでございます。釣り具屋さんはもっとするからね、これ。こちらのバケツとかもすごい人気商品でございまして、釣り用イカシバケツ、はい、こちらちょっと500円と300円の商品にはなってくるんですが、うん、はい、おすすめとなっております。おすすめなんだけど、はい、俺結構釣るの大物なんですよ。あ、そうなんですね。これじゃ入りきらないっていうことですね。出ちゃう。あー、すごいですね。初心者の方は本当におすすめかも。あ、そうですね、ダイソーで買ってから始めていただくっていうのもすごいいいと思います、うん、すごいわ。結構笑える。本当に本当に。次におすすめしたい商品がですね、はい、ペット用品でございまして、ほう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 、こちら ペットのおもちゃからペットのお家までございまして、おもちゃね、はい、おもちゃね、はいはい、おもちゃ、あれ喜ぶよね。あれ鳴るやつ、キューって鳴るやつだとかなりうるさいんだよね。鳴るわ、鳴るわ、鳴るわ。ここら辺の布物ものが鳴らない。布物はね、あ、これごめんなさい、これも鳴りました。鳴る、すいません。鳴るね。こちらとかが何もない。あ、鳴っちゃってるよ。申し訳ございません。多分彼ら的には鳴る方が、鳴った方がいいんですね。なる方が多分ね、テンション上がると思うんですけど、はい、相当なノイズになりました、ね、こちらの商品でございます、はい、機能まな板と言いまして、小スペースな場所で料理ができるという、少しのものを切るときにこういうのが便利だったりか、ちっちゃくね、外で料理するときとかこれぐらいのスペースあったら大丈夫だなっていうものとか多いと思うので、うん、アウトドアにはすごいいいと思う、はい、でも家で。そうなんですか。これちっちゃくない？あ、ちっちゃいですか。なんかちょっとした、まあ、例えばこう写真にあるようななんかアスパラガスを切るとか。わかるわかるわかる。言いたいことはわかる。まな板の上で、まあ、お肉とか切ったりするときってちょっと菌とかが気になったりすると思うんですけど、はいはい、こちらのシート引いてこう切っていただければ、うん、このままこのシートは捨てていただければ大丈夫なので、包丁入れていただいてもこのシートは切れない。マジ？ナイフが入ってもこれ切れないの、はい、本当によっぽどその力を入れられたらちょっとわからないんですけれど、試しに行ってみっか。ありがとうございます。いくらこれ。こちらが300円でございます。高えな。ありがとうございます。なんじゃこれ、アボカド一度ですよ。あいつミニトングとかも結構便利で、ミニすぎるって。あ、ミニすぎますか。ミニトングって毛抜き見てるじゃん。手に馴染む菜柱って。あ、食器洗浄機対応だって。はい、食器洗浄機で結構傷んじゃう菜箸多いよね。こういう塗装がバババババって剥がれてきたりとか結構するんですよね、うん、はぁなるほどね、はい、菜箸なんだけど作ったり刺したり、まあ刺すのはこっちでもできなくはないんだけど、ちょっと煮え具合をこれで確認できたり、味見ができる、味与えれるってすごいね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。未だに三つ星を狙ってます。そんな買う気ないよと思ってたけど、俺結構買ってるよね。木村さんにぜひ見ていただきたいお店がございまして。お店？あれ、これ入り口やん。あ、そうです。木村さんに見ていただきたいのがこちらのスタンダードプロダクツというお店でございまして、うん、あ、阿部と申します。よろしくお願いいたします。え、バトンタッチするんですか。はい、バトンタッチさせていただきます。すいません。はい、あ、じゃあ野田ちゃんの管轄はこちら、はい、こちらダイソーでございまして、スタンダードプロダクツは阿部さんがご紹介させていただきます、はいはい、よろしくお願いいたします。このスタンダードプロダクツは、ダイソー産業が手掛ける新しいブランドのお店になっておりまして、うんうん、コンセプトがちょっといいのがずっといいというコンセプトになっております。え、ちょっと良くないみたいな。あの、ダイソーはダイソーのいいところがあるんですが、さっきの菜箸とかめっちゃ良かった。ありがとうございます。ありがとうございます。それよりいいんだ。はい、いろんな機能を付け加えたりデザイン性を持たせたりとかすることで、さらにちょっといいプラスそれが長く使っていただけるということでずっといいという、あのダイソーは100円がほとんどなんですけれども、はい、こちらは300円が7割になっている
ブランドになっております。300円が7割。はい、そうです。ここに入るんだったら、はい、腹くくれよって。ありがとうね。ありがとうございます。行ってくるね。はい、いってらっしゃいませ。行ってきます。これ本物？はい、本物です。こちらはすべて本物の観葉植物で、両方とも300円の商品となっております。一番おすすめしている商品なんですけれども、うん、間伐というのを森林の方々されてるんですけど、うん、その余った木材を使用して作ったヒノキの菜箸とかですね、はい、すげえな、料亭の大将とか使いそうだもんね。結構みんな真剣な 目つきで買い物してるもんね。そうですね、じっくり選んでいただいてる方が多いです ね、はい、冗談で買い物来てねえぞって感じですね。こちらは食器の裏側に高台という高さつけているものが大体あるんですけれども、はい、これはあえて全部カットすることによって、こちらも収まりよく重ねて収納しても綺麗にも見えますし、高さも出なくて、はい、収めやすいようになってます。何これ？私が今つけてるんですけど、すごく人気です。はい、体温で反応して柔らかくなる、痛くなりにくいマスクです。グレーとブラックが、これが新色ですね、2色。行ってみようか。はい、これ向こうの商品とこっちの商品を同じカゴに入れて大丈夫？はい、大丈夫です。どちらでも会計していただいて大丈夫です。すごいな。ありがとうございます。タオルなんですけど、すべてオーガニックコットンを使用したタオルになっていて、肌触りもすごくいい素材になってます。はい、バスタオルで700円です。これがバスタオル。はい。バスタオルを手渡されて腰に巻くやつってあんまりいないよね。でも結構うちらこれ重要なんですよ、着替えるとき。もうちょっとだけでかいと嬉しいんですよね。大きさだな。でも確かにすごい、めっちゃ水槽、はい、吸水性も抜群です。待って待って待って、これ花瓶？はい、このインテリアとしても使っていただけますし、蓋外していただければ花瓶にもしていただけます。ちょっとこれいってみます。ありがとうございます。おいしい。このミストもすごく人気ですね。あ、これ知ってる。あ、ご存知ですか、うん、ありがとうございます。一回シュッてやるとぐらい出ます。こちらですね、こちらのマグボトルなんですけれども、中に茶こしがついてまして、中に茶葉入れていただいて、湯入れていただいて、で上からつけていただけたらもうそのまま飲めちゃう、はい、自分のライブグッズがまさにこれです。あ、そうなんですか、はい、いいですよね、これ。だからハーブティーとかそういうのを入れたい方はハーブバババババって入れて、お茶バーお湯バーっていってキューッと締めとけば、飲みたい時にあったかいまんまハーブティーが飲めるっていうこともできますもんね。はい、そうです。結構おすすめですこれ。はい、今一瞬いいなと思ったんですけど、これここに置いてあるからよく見えるんだな。ここに置いてあると、お、これすげえいいじゃんと思うんだけど、床に置くと結構低いんですよ。すげえ小型犬のお家にはいいと思うんだけど、うちでけえのいるから。だからトイプーとかチワワ飼ってる方たちはこれすごくいいと思うんですけど、うちみたいにでけえのがいるという。なるほど、勉強になります。あとおすすめスポットありますか？はい、こちらですね、このアロマディフューザーがオープン時からすごく大変人気で、12種類全部で香りがございます。はい、こちらのアールグレイが一番人気の香りです。ちなみにアールグレイ、はい、ああ、これでも匂い系って映像で一番伝わりづらいですね。ただアールグレイはいつも売り切れですよね。そうですね、よく売り切れる商品です、はい、よく来てんの？来てます。あるよ今日、はい、一番なくなるのがアールグレイですね。はい、会社に置きたいの？それとも自分家に置きたいの？あ、自分家なの？じゃあ一個買って。あ、マジですか？ありがとうございます。優しい。マジですか？ありがとうございます。ちなみにこれいくら？こちら500円です。
500円。はい。今ちょっと向こうからずっと並んじゃってまして。あ、これは違うんだ。いや、並ぼうよ。向こうが並んでます。相当並ぶぞ。並んでますね。めちゃくちゃ並んでます今。あっちよ。大丈夫です。あっちついてる。見てきます。すっげえ並んでる。ここまで並んでますね、向こうから。どっちが早い？あっちだな。そうですね。つながれてます。すっげえ並んでる。今すごい並んでます。あ、こちらが早い、早い。全然早い。行くよ。お願いします。4180円でございます。はい、袋なんかありがとうございます。レシートでございます。お待ちのお客様どうぞ。買ったどう？思いのほか